内臓、この次か。あ、え、うん、ちょっとめちゃくちゃ今めちゃくちゃ光ってたよ今。いくよ、ドン。皆さんこんにちは、浅川隼人です。今日はなんとこちらワンピースの、ボックス開封していきたいなと思います。はい、ついに来ましたよ。まあね、ちょっと年末年始実家に帰ってきてるっていうことで、まあ、なんかやりたいねみたいなね、ちょっと撮影者弟なんですけど、弟と話してた時に、まあちょっと企画も撮ろうかっていうところで、もうね、僕にとっては念願のこのね、パック開封ね、全然いつもね、サッカーとかね、そういうのばっかなんで全然ね、違うんですけど、なんか YouTuber っぽいね、これね。なんかね、本当に、もうちっちゃい頃から僕結構ね、カード好きで、僕、遊戯王とかも中3とかずっとそれまでやってて、で、やっぱね、男の子ってカード、こう、憧れるじゃないですか。なんかね、キラキラのカードとか、こう、家に置いたりとか、ね、フィギュア置いたりとか、それのもう、男のロマンが詰まってるよね、これにはね。間違いない。ねえ、だってボックスだもん、なんて言ったってもうね、小さい頃はこう自分のね、お小遣いこうね、なんとか工面してこう一泊買ってね、当たるかどうかみたいなね、そんなやってましたけど、ついに来ましたこちら。はい、もうね、ワンピースカードが出た時にやりたかったんですけど、なかなか取れなかったんで、年末年始ということでやってきました。ということで今回はね、この神企画になればと思いますけど、はい、このパックをね、開封していきたいなと思います。まあそんななんかちょっとゆったりなね、オフな浅川隼人を見ていただけたらと思います。ということで始めていきましょうかね。緊張するこれマジで。で、これは何が一番当たりになるんだっけ。やっぱりシャンクスだね。シャンクスね。シャンクスやね。僕ね、ワンピースでシャンクスが一番好きなのよ。やっぱかっこよくてね、なかなかね、登場シーンとか漫画もなかなかないけど、まあ、このまだやってんのかな、フィルムレッド。どうだろう ね、まだやってるね。だからもう見てきましたけど、もうシャンクスが好きなんで、シャンクス当てたいなと思います。で、それが何レア。シャンクスのパラレル。パラレルね、パラレルが一番いいぽい。はい、じゃあそれ目指して当てていきたいと思います。ということで、じゃあ開封していきますか。はい、マジで緊張するPK より緊張するもんね、なんかロマンだよ、ロマン。どこの見て、こんなだって入ってるもん、しっかり。これいいね、なんか大人になったね、大人になった感じ。大人しかできないわ。ボックス購入特典パックっていうのがね、あれね。これはちょっと置いとくか、じゃあここに、横に分かるようにね。こんなありますよ、24パックで、1個が、何枚入ってんだ。お、1個で何枚入ってるって、6枚。お、24パック開けていきたいと思います。1投目いくか。1投目でどうする、当たっちゃったら。マジで結構ドキドキしてる、心拍数めっちゃ上がってる。じゃあ行きます。はい、いいね、なんかいいわ、嬉しいわ、ほんまに。3。おお、これね、これ見えないんだもんね。これ1枚ずつこうめくってくんよね。最初はカリブーです。カリブー、じゃじゃじゃん。カリブー、バルハン。バルハンだ。ね。うん。技だね。福60。これ、ここで見えんのかな？見えてるか。はい。ね。福60。ちょっと待って。結構キラキラ見えたよ、今。ちょっと、早いな。早くね。忍ぶね。忍ぶちゃん。で、大蔵。この次か。あ、え？1、2、3、5枚。はい、ジャック。ジャック出てくんの、ここで。早くない？ロマンスドーンって一番最初に何これ
ロマンスゾーンでジャック出てくる。これは普通のでドンジャック、うん、ちょっとねキラキラしてますけど、これ普通のレアカードかな。普通のっぽいね。はい、じゃあこんな感じでちょっとねいきます。どんどんね、どんどんいきたいと思います。はい、小町よ、スマイリー、リープス、ホーン、シャチ、2年後にシャボンディショット、オーバーヒート、ハイルディンね、パシフィスタ、川松、サイ、オキク、オツル、ドンクリーク、アップー、ミスター3、ロロノアゾロ、お、ドレイクのね、レア、ラウンドテーブル、モネ、シノブ、ロビンのね、レア、カリブ、ベベン、アルビダ、オキク、ロー、バーソロ、これちょっとまあ全体的な感じ、うん、ね。でドン、黒ずみセミマルなんで黒ずみ家バリバリ、うん、兵五郎、シャッチ、ミスターツ、大好きなミスターツ、ジンベイ、この次がクイーン、お、これも全体的に光ってる、バルファン、ちょっとめちゃくちゃ光ってたよ今。来た？めちゃくちゃ光ってたけどね。バルファン。だって、ほら、もうなんかキラキラがちょっとわかる？うん。なんかいそうだね。え？いや待てよ。ちょ。よし、バルファン、オールデム、キャベンディッシュ、シャンバーでしょ？あ、もう一個いけるの？今3枚。で、足が同士、ほら、え？これさ、うん、この外側光ってんのってどう？パラレルじゃん、ワンチャンある。わかる？これ、外側光ってんの見えんのかな、これ。外側光ってるよ。いくよ、ドン。お、キットね。これは普通のレア？SR。 なるほどね、かっこいいね、うん、キットキット SR かっこいいね。もうなんかドキドキするね、 SR でも。これさ、パラレルなんて出た瞬間じゃない？え、いい、まあまあぼちぼち。キット3,390円。安っ安っ。ダブルフィンガー。でもこれパラレルじゃないから、まあ、そう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 、まだ1個も出てない。これに1個はあるかな多分ね。マルコ、ブルック、ホーキンス、ウソップレア、ね、はい、カンジューロ、ね、裏切った時ビビったわマジで、パシフィスタ、ヒグラシ、ラフレシア、バロックス、ワークス、ジンベイ、ドン、うまいよ、きっと解釈だ、福60、ハイルティ、俺の侍になる、キラー、ウルティー、かわいい、ウルティ、はい。またキラキラ光ってるな。これさ、作画な感じ出たらいいんでしょ。ベルゴ、スピード、川松、小町よ、京城、かっこいい、京城見て、かっこいいね、うん、で、ほらまたキラキラ、うん、これも SR かねえ、ぽいよ、ドン、ロアゾロSR ね、ゾロの SR。おろ、はい、高いんじゃないそれ。いや、1700円。おお、まあ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 。フィサーエージェント、浦島、猫コマムシ、バルトロメオ、ラディカルビーム、ペポレア、お、ドン、キラ、ドンのキラ、ベラミー、ベローナ、雷鳴八景、キャロット、絵が可愛いキャロット、見て、あ、可愛いね、可愛いキャロット、バオフォン、ペンギン、オロチ、ルフィ、ドフラミンゴ、スマイリー、エレファントハクション、カンジューロー、デザートスパート、リゾー、オキク、レア、オキクレア、バルトロメオ、ダブルフィンガー、ホールデム、俺の侍になれ、この後もう一枚あるか。ほら、ね。SR は確定か。うん、ドン、クロコダイル、SR です。
クロコダイル。クロコダイルね。マジ最初さ、クロコダイルとさ、ルフィ戦ってた時さ、勝てんのかと思ったよね。強すぎね。強すぎたね、あの時ね、ほんまに。水なかったらどうやって勝ってたんだろうね、あれ。え？かわいい？クロコダイル S。90円。90円。90。あ、お、これも結構、お、ちょっと待てよ。これ結構すごいかもよ。浦島犬嵐なんかだってちょっとこうね、全体的にこれパラレルいったか。いくよ、カイドウ。あ、クロコダイル、めちゃくちゃすごい。あ、パラレルね、バッコキラキラしてる、えぐい。見て、じゃ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 ん。どう、クロコダイルのパラレル。1200円。安い。まあでもね、もういいでしょう、いいでしょう。ラフレシア、アルビダ、アプー、チャンマール、アーロン、ブラックマリア、レア、キャロット、オフィサーエージェント、イグラシ、オツール、イゾオ。ほら、おい、パラレルちゃう。 SR キング、 SR キング、SR 結構これ何枚入ってんの1個のあれに。 SR は結構入ってない？ 3,4 枚って書いてある。え、結構入ってるよ。まあまあ SR 入れてくれたんかな。え、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、こういう俺だけさ、なんかおってなるのあれやな。キャベンディッシュ、ベルゴン、セミマル、だって、あ、技ね、パンク・ギブソン、キットの技かな。で、レア。お、あと3、ドキドキの3。1枚ずつ引く？引いてみる。じゃあこれはまず僕が引きましょう。いやー、どうなるよ、このね、引くドキドキ感もね、2人に味わってほしい。クリーク、ワオフォン、ワイヤー、ランドテーブル、ミスタースリート、モモノスケ、レア。キラキラしてる？いや、わからん。どうだろう。どうでしょう。スピードね。ベベン。ベベン。マルコ。マゾオ。ジャボンディで。お、オールサンデー。ドン。ドン。オールサンデー、レア。最後、いきますか。よし、さあ行きましょう。これ引いたらえぐいで、マジで。お、そう、そういう開けるパターンね。懐かしい開け方、懐かしい開け方ね。後ろからね、後ろからベリッと返してね、痛まないかな。せっかくハサミあったのに、ね、こんな雑に乱暴に扱って。ペンギン、はい、ペンギン。さあいい、さあいい。もちゃ、もちゃ初めて出たんちゃう。確かに、もちろんこれサイズ感わからんね。サイズ感わからん。でも飴がでかい。ゴードン。ゼロ。小紫ゼロ。どう？ナミさんレア。ドン。ドーン。ロマンスドーン。パラレルはじゃあ1枚だけかな。1枚だけだね。はい。ということで、新年一発目のね。あ、これもあった。これは何が出るの？あ、キャベンディッシュ、犬嵐、猫マムシ、アルビダ、ペローナ、フーズフー。何が出ると思う？おしゃべりじゃない？おしゃべりな フーズフーだっけ？フーズフーね、おしゃべりなね。おしゃべりなフーズフーじゃない？言っちゃうからね。いや、俺は猫マムシと予想した。なんだろう、キャベンディッシュ、犬嵐、猫マムシ、アルビダ、ペローナ、フーズフー。ペローナ。ドン。お、ペローナ。ペローナ。お、これも。お、あんこも。オッケーオッケーオッケー。はい。パラレル、とりあえずパラレルが出たということで、悔しいね、ちょっと。残念だね。でもね、あの、このね、第2弾に、あれがあるんですよ。はい。2回目はこちらを開封していきたいなと思うんで、こちらでもまた当てていきたいなと思うんで、じゃあちょっと次回のね、動画も楽しみにしていてください。ではまた。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます、よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております、次の動画を楽しみにしてください。ではまた、バイバイ。